ジャニーズ平野の仕様、名古屋弁ポロリでツイッター炎上。驚きの背後に隠された真実。こんにちは、皆さん。ジャニーズの人気グループ、キングプリンスから愛知県出身の平野市洋さんが、27日に TBS 系列の番組、モニタリングにゲスト出演し、まさかの展開に巻き込まれました。 この出来事が SNS を中心に話題になり、なんと名古屋弁がトレンド入りするほどの注目を集めました。番組では平野志耀さんが東京都内の日野高校をサプライズで訪れ、生徒たちの反応を探るという内容でした。その中で平野さんは教室のロッカーの中に隠れ、生徒たちを驚かせる場面が用意されていました。 しかし、実はこれが平野さんを驚かす逆ドッキリ企画だったのです。平野さんがロッカーに忍び込んでいる最中、教室では男子生徒が勇気を振り絞って女子生徒に告白。ドア越しに平野さんがその瞬間を見てしまうというシチュエーションが展開されました。しかし、 この告白が実は演技だということを知らないまま、平野さんはその瞬間のタイミングを見計らって飛び出そうと待機していました。そして、とうとう平野さんがロッカーから飛び出し、生徒たちを元気づけるために声をかけました。この時、生徒たちから全部見ちゃってましたと尋ねられ平野さんは、え、めっちゃ見てた。と白状し生徒たちに謝罪しました。 しかし、その際に平野さんは思わず地元の名古屋弁が口から飛び出してしまったのです。この名古屋弁の発言が放送されると、スタジオにいた出演者たちや視聴者からは大きな反響が起こりました。多くの人々が、死は何だ死は何だって何ですかと驚き名古屋弁という言葉がトレンド入りしました。 名古屋弁は愛知県異性で使われることが多い方言であり、一般的な知識としてはあまり浸透していないことから視聴者たちは戸惑ったようです。特に名古屋弁を取り上げた漫画、80カメちゃん観察日記の作者である安藤忠一はじめさんがツイッターで、死はなんだって名古屋弁なんチラなんだとつぶやき、多くのコメントが寄せられました。 ファンからも、天立って、シワなんだ、が出てくる平野さん、やはり名古屋人、用君。予想外の展開に名古屋弁が出ちゃってるよ。シワなんだが釣り愛知の方言やんけ。などの声が相次ぎました。この一連の出来事から、平野潮さんの人気はさらに高まり、彼のファンたちにとっても思い出深い瞬間となったことでしょう。 また、名古屋弁の存在が再び注目され、多くの人々がこの方言に興味を持つきっかけとなりました。結論として、平野耀さんのモニタリング、出演における名古屋弁ポロリは、思わぬ展開が生み出す驚きと笑いを提供し、視聴者たちに楽しい時間をもたらしました。 名古屋弁がトレンド入りしたことからもわかるように地域の方言は文化を豊かにし新たな発見をもたらすことがあるのです。最後に平野志洋さんの今後の活躍にも期待が高まるばかりです。彼のユニークな一面をもっとたくさん見る機会があることを楽しみにしています。この記事が皆さんにとって楽しい情報となりましたら幸いです。 平野志洋さんの名古屋弁ポロリエピソードは笑いと驚きに満ちた素晴らしい瞬間でしたね。今後も彼の活躍から目が離せません。